ら完売してすぐ一気飲みしたな。行ってきます。行ってきます。渡りたかったらここボタン押すって。うんうん、手を挙げて、うん、渡りましょう。はなちゃんが渡るときに絶対あのボタン押さんといけ。遅刻したらあれ押さんといけ。うんうん、毎回毎回毎回押さんといけ。毎回が何？うん、メボン。メボン、うん、あれはな、押さんとな、青信号にならんの。ああ、うん、見えてきた、学校が。もう3人같은게있었는데おっと、これなんて書いた、花ちゃん。この、え、うん、上で、うん、待ってください、うん、この上で待ってねーでな。あー、そう、あー、でも、ちんちゃおっちい。たぶんな、このまま直したから大丈夫だと思うね。可愛い、私もこういうのが欲しい。猫、ね、の治療もこっちも頑張ってしたのかな、うん、ね、そうそう、キラキラの入ったのでもよく頑張った跡があるよ。でも一個ね、歯と歯の間の虫歯をちょっと発見したので。あ、本当ですか。左の、ね、奥歯の間のところでちょっとして詰め物をしたのかも、ちょっと欠けてるところがあります。チェックさせてください、はい、あ、オッケー。虫歯があるかもしれんって、うん、あら、歯治療なんといけ。あ、もう一回歯医者さんに行ってみんといけんって。はい、ここで上なんか全部抜くって。スマホが丸いところどっかピッて切れとるじゃろ。うん、どこが切れとる？バンバン。これどうでしょう？バン。これはどうでしょう？おー、ちっちゃいな。バン、うん、じゃあこれはどうかな。バン、うん、逆の目やってみよう。うん、手買って、そう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 。これはどうかな。バン、うん、お名前を教えてください。うん、お名前教えてください。はなちゃん、お名前は？はなちゃんの親は、お名前、うん、はな、うん、はい、上手に言えたね。はい、です。それでは、はなさん、小学校に入ってきてからどんなことをするのが楽しみですか？何が楽しみかな？ミス、いいよ、そのまま言っていいよ。ミス、うん、ミス、ミス、ミス、美術が楽しみって言ってます。ああ、なるほど、美術、はい、小学校というところは図工といいます。図工って言うんだって。いろいろするよ、粘土で作ったり絵を描いたりいろいろするからね、うん、アレルギーの方は特にない。あ、特にないです。はい、喘息とかアレルギー性鼻炎や結膜炎とか、はい、アトピー性皮膚炎の方は、鼻炎がちょっとひどくて、結膜炎、結膜炎とかではないですね、はい、季節問わず、ね、生まれつきですね、はい、心臓の病気だったり、はい、変換や熱性けいれんやようなご心配なことはありますか？特にないです。その他健康面で心配なこととか、学校の方が気をつけた方がいい？あ、特に、はい、ないです。吐き
きやすいとか片頭痛になりやすいとか、あ、特に大丈夫です、はい、健康面以外で、まあ、こういうことが心配だなようなことがもしあれば、あ、はい、今もちょっと話してたこの今までずっと韓国で生活してたので、うん、あの基本のもう母国語が韓国語でもう根付いているんですね。でただ相手の人が日本語、日本人っていうのが分かっていれば、あの日本語を話そうという努力はするんですけど、なので実家ではおばあちゃんにずっと日本語で話していて、私は生まれた頃からずっと日本語で会話してたので、あの聞く分には何を言ってるかは全て理解はしてるんですけど、ただ単語がまだ知らない日本語がたくさんあるので、さっきの美術っていうのがミスるって言ったりとか、そういう部分がちょっとちょこちょこわからないかなっていうのがあるので、そこだけ気遣っていただければ。はい、こちらへは、はい、本格的にというか、あの、こうして来られるというか、あ、私とその花と下の子のあるはもうこっちでもう生活をスタートして、で旦那さんが向こうでいろいろその家の関係のこととか車の関係のことを全部終わらせてから、多分1ヶ月ぐらいにこっちに来て一緒に生活をスタートするんですけど。じゃあもうこちらも、はい、あ、もう、はい、越してきました。はい、はい、本当は4月入学に合わせてこっちに来ようともしたんですけど、多分環境も変わって勉強する体験も急に変わったらストレスがすごいと思ったので、なるべく最初日本語の環境に慣れさせてからこの入学しようかなって思って早めに来たんですけど、はい、自分の方です。あの、なんていうの、少し花さんと、はい、あの、ちょっとテスト、ああ、知力、なんとかテストっていうのは、あ、はい、あ、わかりました。あっちで、あ、はい、あ、わかりました。はい、これが美味しそうかも。これが美味しそう。パンダ、これが可愛いね。여름이됐을때는어린이다녀다녔을거야아니면학교다녔을거야学校じゃない、春から花ちゃん小学校に入るから。ピ、右見て左見てちゃんと渡るよ。さっき何聞かれた？ゲーム。ゲームした？どんなゲームした？순서대로그림을맞추는거야。パズル처럼。あ、本当？どんな絵だった？スコアの그림이나왔어。うん。学校の絵が出た。うん、学校の絵が出て、あとどんな絵が出た？フライパンで卵。ブで卵で卵。그림다음에는어떤그림인지이렇게맞추는거야。아卵を깨뜨린다음에조금틀린부분이있어。卵を깨뜨린다음에프라이팬에넣은그림이있거든。그그림이아니라다른그림을맞춰보고있어。아그래서안나자옷이같았다。아옷이같다다시순서대로야야야하고했어。안떠선생優しかった。いっぱい友達ができたらいいな、花ちゃん。何を友達ができたらいい？10명정도되겠다。5명정도되겠다。10명。10人？あ、5人？5人。はい、パパ、よ。大丈夫？大丈夫。あ、よかったです。とかも結局こういうスタンド。ライトでこうやって見とるんで、やっぱ僕らがこういうので、ね、あの風かけながらじっくり見るのと違うんですよ。だから、あの虫がっぽく見えたのかもしれない。ああ、よかった。ちょっと少なくなって、あの虫がっぽく見えたのかもしれない。ああ、よかったです。だからまあ虫歯に関しては大丈夫かなと思います。